皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダ無双厄災の目視録パート53やっていきましょう。今回はいよいよ厄災封印戦やっていきたいと思います。久しぶりのストーリーですね。頑張っていきましょう。確か厄災ガノンが完全復活仕掛けているんですよね。まだなんとか封印が間に合うと思いますので、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。シドでかくね。そんなでかかったっけか。確かにダルケルとかはでかいイメージありましたけど、身長やばかったな今。おっとアストル、久しぶりですね。何ヶ月ぶりだ。 3,4 ヶ月ぐらい MK さん放置してしまっていたと思いますが、なんとか今日で倒していきたいと思います。え、待て、動いてなかった黒いガーディアンが動いてる。あいつは何なんでしょうか。そう、こっちにね、白バージョンのガーディアンがいるんですけど、何か関係がありそうですね。おーっと、なんだなんだなんだ。え、変形した。よくわかんないけどガチャガチャガチャっと変形しております。なんだこいつ。え、アストルの部下ってこと？どういうこと？全然意味が分かっていないんですけど、とりあえずアストルはここで MK さんたちを倒すみたいですね。そうはさせませんよ。赤い月で復活した魔物の大群をも退け、ついにハイラル城への道を切り開いたリンクたち。しかし彼らの前に最後の試練が立ちはだかる。なんだ？ハイラルの未来をかけたリンクたちの戦いはいかなる結末を迎えるのだろうか、ということで、よし行くぞ。アストルが最後の試練ということみたいですね。こいつを倒せばいよいよガノンと最終決戦ということになると思います。まあ MK さん推奨レベルなんてとっくに超えておりますから、リンクを使っているうちはやられないと思います。確か推奨レベルが57くらいで MK さんが68ぐらいなんですよね。なんですがインパとかゼルダがまだ53とかなので、なるべくリンクだけで頑張っていきましょう。よし行くぞ。今までの集大成、ここでパパッとアストルとガノンを倒してハイラルの未来を救ってから残りのバトルチャレンジはやっていきたいと思います。ロード長えなやっぱりこのゲームロード長えな。 MK さんもう喋るのそろそろ限界ですよ。 OK 行くぞ。ボムを使えば細かい敵は倒せると思う。痛い痛い。うわ待って、これ白銀か。白銀のボコブリンはボムでも倒せなかったイメージがある。ですよね。ギリギリ残るんだよ。マジかうわ、じゃあもうボムとか頼ってらんないわ。自分の力でなんとか切り刻んでいきましょう。いけ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 い。見づら白銀のボコブリンって真っ白なはずなんですけど、ちょっと周りが紫色すぎて若干どこにいるか分かりにくいですね。体力表示があるからなんとかなっているものの、ここ通る？あ、通った通った。オッケーオッケーオッケー。はい、ここで白銀のボコブリン倒せる分は倒していく。これ上に乗っかっちゃっても大丈夫？あ、大丈夫なんだなんかリンクが乗っかればダメージ食らうのかなと思ってあれだったんですけど、大丈夫みたいですね。後ろにもいるな。はい、後ろの分もガン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 倒していきましょう。リンクもとりあえず優先ではあるんですけども、インパとかゼルダが調子乗ってるとやられる可能性があるので、そこも意識していきましょう。アストルと憑依ガノンを倒すと書いてありますが、どういうこと？憑依ガノン、え、あのちっちゃいガーディアンにガノンが憑依してるってこと？え、だとしたらあれがガノンなのか、いまいち分かっておりませんが、まあ行けば分かるでしょう。はい、とりあえずこの辺は大丈夫か。ボコブリン倒したぞ。必殺技ゲージもガンガン溜まっておりますので、これはもうボスに使っていきたいと思います。いやでもその前にモリブリンとかヒノックス出そうだな。行くぞ。あ、待って、ごめん、もうハイラル王とかがそっちで戦っていたみたいです。お待たせしましたね。はい、ここボムを投げてとりあえずリザルフォスを倒していく。リザルフォス何色？黒。わ、黒強えんだよな。で炎危ないよ燃えないように気をつけていきましょう。こんにちは。何？うわうわ、スタルヒノックスとスタルモリブリンか。これは一気にはちょっときついと思いますけど、必殺技があればなんとかなると思います。ここで、はい、必殺結構食らうんじゃないか。とりあえずスタルヒノックスから倒していきましょうか。いけ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 。どこ向いてる、どこ向いてるどこ向いてるのかいまいち分かんなかったけど、この弱点ゲージじゃなかったっけ、なんだったっけ、なんだったっけ、ウィークポイントゲージか。ウィークポイントゲージが出ているので、今のうちになんとかしてしまいましょう。ケイ危ないって危ない危ない危ない。はい、いけ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 。で待って、スマッシュが使える。スマッシュどいつに行った、ヒノックスに行った今。え、誰に行ったんだろういまいち分かんなかったけど、とりあえず必殺技使っていきましょう。いけい、あ、倒せるぞこいつそんなに強くないとみたい。いけ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 い。同じスタルヒノックスでも多分レベル帯によって体力が変わってくるので、そこも意識しないといけませんね。これで倒したでしょう。けい、であとは
腐るモリブリンがまだいるか。モリブリンどこ、見えない見えない見えない。こいつは切るだけでいけるでしょう。わざわざ必殺技を使うまでもありませんね。オッケー、あといる、まだいる、いた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 い必殺技使うか。こいつだったら使うまでもないような気がする。ダッシュ決まんねえかな。一回、オッケー。一回ダッシュが決まればこんなの余裕よ。はい、ガン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 切っていきまーしょい。あー、ダメか。オッケー。で、後ろ側からウィークポイントゲージを減らして、炎の中、切っていく。かっこよ。倒した？これでとりあえず、ここスタルヒノックスたちは倒したと思いますが、次どこ行けばいいですか？ほう、多少はやるようだ。ならば、こいつで始末してやろう。アストルが、カースガノンを召喚した。マジか。カースガノンどこ？待て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 、どこ？どこ行けばいいの？何そっち？みんなそっち向かってるから多分そっちなんだと思いますけど、うわ、4体カースガノン倒さないといけないのか。それはなかなかきついな。あ、外から回るのね。はい、ぐるっと回って今度はこっち側。待て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 。お、ん？あれ違う？こっちじゃない？え？ここ、あ、通れないね。ここ通れないの？え、じゃあどうすればいいの？なんか通れるようにできるのかな？目を倒すとか。え？みんなどこ行ってる？待って、行き方がわからん。マップを見よう。マップ、待って待って待って、ちゃ、マップを見たいんだけど。どうするんだったっけ？戦場情報、これか？で、あれ？ちょっと待って。これで、あ、いた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 。ガーディアンがここにいて、カースガノ、そこまでどうやって行けばいいの？中から通れる？うっそ。中から行ける？本当？じゃあ中行くよ。とりあえずみんなが向かってる方向に向かい、あー出れてる出れてる。それ先言ってよ。なんかみんな外に行く感じだったじゃん。置いてかないで。ぐるっ、あー、この階段か。階段からこっち側に回ってなんかいたぞ。はい、うわうわうわ、めちゃくちゃいるじゃん。はいはい、いけ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 。ここはもう一気に倒してしまいましょう。素晴らしい、いいぞ。で待って、どこいる？もういい、ここ。あー、まだいるね。いるやつらはとりあえずガンガン倒す。っていうか料理かなんか食べてくればよかったな。まあ今更言ってもしょうがねえわ。ゼルダさん、あ、そこいる？カースガノン、じゃあ行きましょう。カースガノンを4体倒してからアストロ戦みたいですね。ホイト倒せてないっていうね。ボムで倒せるのはレベルが低いところまでか。で、あれ、嘘、待って、こっち合ってる合ってる、こっち合ってなくね、合ってなくね。あ、下だ下だ。さっきからね、マップが非常に分かりづらい。こっち側に行ってからぐるっと回ってカースガノン戦か。よーし、おお、いた、水のカースガノンですね。なんかいきなりウィークポイントゲージが現れておりましたが、確かね、目、オーケーラッシュ、目が弱点なんですよ、カースガノンは。だから目をとりあえずやっていきたいと思います。目、オッケー。で、ここでビタロックを使って、ウィークポイントゲージをキープさせた状態で、なんとか体力減らしていきましょう。さすが強えな。さすがこいつ強えな。待てよ。もう一回ぐらいラッシュ決めたいな。もう一回ラッシュが決まれば、ウィークポイントゲージを減らしきれると思う。で、それが終わってから必殺技にしましょい。オッケー。で、一旦スマッシュでダメージを与える。素晴らしい。出た。おお。ハイラローが来た。で、復活したところで必殺技を使っていきます。もうめんどくさいからね。あのカースなんだったっけ、シーカーアイテムか、シーカーアイテムでガン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 減らす方法もあるんですけども、 MK さんはもう必殺技あるなら使ってしまう主義ですので、そこのところはよろしくお願いします。 OK。 はい、でウィークポイントゲージがまた、遅かった、ビータロックが遅かった。もうこれ必殺使うか。ほい、必殺を使って一気にダメージを与えていきましょう。素晴らしい。で、ウィークポイントゲージを減らして、さらにスマッシュと。決まった？待て、あ、行ってる？ん？これどうなってる今？あ、行った。なんだよ今。カメラがちょっとよく分かりませんでしたが、とりあえずカースガノン1体倒しました。何入ってるの？新眼の小刀いる？ちょっと必要かどうか微妙でしたが、よし、みんなで行くぞ。お、ミファーちゃんとかもいるんですね。はい、でぐるっと、ま、あ、違う、こっちじゃない、こっちじゃないよ。 MK さんはとりあえず、みんななんでそっち行っちゃうの？MK さん、もう一体カースガノン倒さないといけないんだけど、手伝ってよ。あれ？あれ？ここじゃない？待て、ここじゃない？嘘、それ外？それ分かりづらいでしょうが、外か。外みたいです。はい、ぐるっと回って、じゃあみんなで会ってたんだ。MK さんが逆走してたんだ。ごめんね。分かってなかったわ。ぐるっと回って、憑依ガノンがガーディアンたちを起動した。どういうこと？どういうこと？何？ガーディアンも倒さないといけない感じ？はい、とりあえず 200KO して、待て、いるでしょ。とりあえずあいつ倒そう。
こいつ何のカースガノン今度は。はい、風のカースガノン。目、まずは目。はいはい、目当たってる。まずは目なんだけど、目当たってなくね。当たった当たった、オッケー。はい、でここでビタロックしてウィークポイントゲージを切っていく。風のガースカースガノンのこの風が紫色なのがかっこいいですよね。そんなことはいいとして、必殺技決めていきましょう。リンク切れ、オッケー。で、ここでまたウィークポイントゲージを減らしていく。若干カミカミではありますけど、ハイラルーも早く、もう今のうちに切るのさ、時間もったいない。待てラッシュ決めた方がいいかな。ラッシュで強気に攻めるか、あー待って、ビタロックしよう。あーただうーん今のはタイミング的にしゃあない。待てよ、ラッシュ、あーっとこれさ、一応ねあるんだよ。あ、電気は使っちゃうか。はい、オッケー。このね、あのウィズローブ系の武器はあるんだけど、これはカースガノンとかじゃねえや、あの何だったっけ、完全復活した薬剤ガノン戦とかに取っておこうかなと思ってるんだよね。あんまり使いたくないんだよね。どうする、使っちゃう、バリバリダッシュ決まんないかバリバリ使っちゃった方がいい説もあるけど、あーどうしようかな。いやでもとりあえず自力で行くか。自力で行けるところは自力で行く。ダッシュを決めたいけど決まらないこの空中飛びでもね、一応ウィークポイントゲージで表示させることはできるんだけど、ほんの一瞬しか表示されないからさ、あんまり意味ないんだよな。おっと、あーっと意味ねえか。落ち着け。ここは目を打っていく。あー待って、目を打って、オッケー。でビタロックで止めてウィークポイントゲージを出していきましょう。はい、今のうちミファーちゃんもゼルダちゃんも今のうちに攻撃、ほい、オッケー、いいよ。で必殺技溜まってないしな。落ち着け。はい、ここラッシュ決めないと話になんないぞ。リンクさん、ラッシュ決めようよ。ラッシュ狙い。あー、ラッシュ全然来ないね今ラッシュ狙いで避けまくっていたんですけど、全然来ませんでした。ここ、あー遅い、ビータロックが一息遅い。 MK さん、はい、カースガノンガンガン倒していく。いやでも結構食らってんな、なんだかんだ減ってはいるので。あー、ビタロック取っとけばよかったけど、それは時すでに遅し。 OK、 でここでビータロック、あ、行った。はい、これでウィークポイントゲージを減らしまくって、いけ、 OK、 スマッシュとどめた。リンク決めちゃえ。はい、上から弓矢でドッカン、素晴らしい、かっこいい。お、レベルアップしたから体力も増えましたね。はい、そして爆発した後に中には何が入ってる、心眼の小刀さっきからそればっかじゃね。そしたらここ開くの、開かなくね、ここ開くの、みんな待ってるけど、え、開かないよ。自分で行くしかなくねえか。じゃあ自分で行くわ。はい、この辺りガンガン倒して、え、みんなあそこで待ってるけど、あれが正しいのわかんねえけど、とりあえずはい、この辺りガンガン倒していく。で、え、何、ガーディアンいた、え、そこ倒すの正解、よくわからねえな。あのガーディアンを倒すのが正解なのかわかんないけど、とりあえず倒しとくに越したことないかも。待て、あーら、ビタロック、オッケー。おお、来てくれたのか、リンク。これで思う存分戦えるぞ、ということで。待って、ガーディアンにさ、必殺技使うのももったいねえけどさ、でも使っちゃうわ。ある方がもったいねえわ。はい、オッケー。で、ここで足をガンガン切ってくんだよな、確かな。足をガンガン切れば、ガーディアンがどんどん動けなくなるので、それをうまく使うしかない。いけ。切れ。足を切れ。足を切ってスマッシュ。そう、スマッシュさえ決まってしまえば、ガーディアンはそんなに強くないので、オッケー。一体倒した。もう一体いるよ。いった。急に打ってくる。おっと、ここももう足は切れてますね。はいはいはい、ウィークポイントゲージ減らしていきましょう。いけ、待て、その打たれるのだけマジ勘弁、打たれるの勘弁、あいマジかよ。ちょっと待って、おっと、決まった、あ、倒した。オッケー、ガーディアン2体倒しました。そしたら中からは、はい、古代封印の弓矢手に入りました。で待て、そっち側行きたいんだけどさ、どうすればそっちに繋がるのかが分かってないんだけど、中から行く感じ？分かった、そっち側から行くのね。インパちゃんとかに変えてもいいんだけど、正直レベルが低すぎるんで、まあ最後ということで、かっこいいところリンクでゼルダ姫に見せましょう。そういうのも大事だから、ちょっとそれ、あれ開けとこう。あ、これ開かないの、弓矢じゃ。はい、降臨の槍、お、降臨の槍といえばミファーちゃんですよね。でぐるっと回って合ってるよな。オッケー、合流。はい、なんとかインパちゃんと合流できました。ちょっとお待たせしました、申し訳ないね。ここ、はい、ここを取って、何してんの、はい、待って、どこにいるのカースガノン。いた、あ、結構もう減ってる、
結構やってくれてんじゃん、ありがとう。あ、なんか雷はちっちゃいんだった、そういえば。痛いって、待て待て、オッケーラッシュ、いいぞいいぞいいぞ。結構ね、この全体攻撃系はラッシュが決めやすいので積極的に狙っていきましょう。ビタロック、もう戦い方は分かってるから、 MK さんも。はい、いけ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 いい、はい、いけ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 、オッケー、痛い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 、待て、あーっと、決まんないか、決まんないけどいけそう、決まんないけどいけそう、あと一発、あと一発、あ、うそ、あとはじゃあもう、あ、これもうボムでやっちゃうわ、ボムで、ウィークポイントゲージを完全に減らしちゃって、で、そっから MK さんが、ここスマッシュを決めていくと、OK、そう、シーカーアイテム系での攻撃は、確実にウィークポイントゲージを減らせるので、あと少しっていう時は、シーカーアイテムを使うのもありだと思います。待て、これ全体攻撃いけねえかな、あー、いけなかったか、いけなかった、いけなかったけども、ウィークポイントゲージは出てきたから使っていきましょう。出た、目玉。目玉、あ、まだか、うえっと、必殺使っちゃいましょう。こういうのはガンガン使っていく主義、あとちょっとだよ、あとちょっと、あとちょっと、もうこれいけるっしょ、オッケー、雷のカースガノン倒しました。あと1体どこだ、待って、まずはこいつが出した宝箱を壊したい。あれ壊した、よし、じゃあ次、そこに行くためには、あ、こっち側か、ありがとう。もうみんなのその誘導がなければわからんわこっちはインパウルボザダルケルが来ているみたいですね。おっと、ユンボーが戦ってくれてる、ありがとう。ユンボーのおかげで先に進めるよ、オッケー。で、うわ、怨念のガーディアン出た、必殺使っちゃおうか必殺を使ってとりあえず足を切りましょう。足さえ切れればこいつそんな難しくねえから、はい、いけ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 、そう、あの足さえ切ってしまえばウィークポイントゲージが出っ放しになるんですよね、ガーディアン系は。うわ、まだ切れてねえし、完全に、待て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 、これいけるか、ギリギリで避けて、ギリギリで避けてラッシュを決めたかったけどそれは無理だった。いけ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 、必殺あるけどどうする、いや、カースガノンに残しておいた方がいいよな、絶対な、痛い、待て、そろそろ目玉、オッケー。で、目玉をやってウィークポイントゲージを出していく、無理やり。あーっと、これボムです、はい、これはボムでウィークポイントゲージを減らしきって、スマッシュにつなげましょう。うっそ、つながってね、待て待て、え、三角飛びからの、いけ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 、うなんだ、どうなってるどうなってるどうなってるのか全くわからん、どうなってるのか全くわからんが、目玉を打ちたい、あー、もういいや、ボムだ、はい、ボムでウィークポイントゲージを減らしてしまって、で、ここでスマッシュ決めていきましょう、いいぞ、これかっこいいよね、はい、オッケー。ということで怨念のガーディアン1体倒した。なんか出たか、なんかゲットしたいけど、お、いいね、お、古代系のアイテム結構手に入りました。はい、そして錆びた両手剣、それはいらないな錆びた両手剣はいりませんでしたが、はい、ボコブリンたちをガンガン倒していきましょう。いけ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 い、お、なんだ、インパ様がうわ、ちょっと喉が突っかかりましたが、インパ様が今必殺技を決めてくれたみたいです、すいませんね30分ぐらいね、ずっとガーッと喋ってるとね、たまにこうやって喉が詰まってしまうんですけど、わざわざカットはしませんわざわざカットはせずいきたいと思います、で、どっち、そっちか、うわ、炎強えんだよな、確か、確かさ、炎のカースガノンって MK さんめちゃくちゃ苦戦しなかった、あの、あれだったっけ、ルージュちゃんかなんかで倒さないといけなかったから苦戦したんだったっけな、なんか超苦戦したイメージがあるんだけど、こいつ、オッケー、ウィークポイントゲージを出しちゃって、ビタロックで止めていく、いいぞいいぞいいぞ、必殺技がとりあえず 1.8 回ぐらい分あるので、それもちょっとガンガン使いましょう。よし、必殺使った方がいい、で、ここでオッケー、1回切った、まだいけるまだいけるまだいける、これでスマッシュまで、スマッシュまでつなげたい、スマッシュまで、オッケー、で、スマッシュで体力半分ぐらいまではいけるんじゃないか、オッケー。うわ、やっぱね、炎強えんだよ、炎のカースガノン強めなんで気をつけましょう。オッケー、もう攻撃させない攻撃させないのが一番の攻撃だから、 MK さんの、いけ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 、オッケーオッケー。で、必殺技が来たから必殺技使う、もうこの調子じゃないと勝てんって、オッケーオッケーオッケー。で、はい、またウィークポイントゲージを減らす、減らす減らす、いけるいけるいける、オッケーで、スマッシュ攻撃させないです、はい、上から、古代兵装の弓矢を撃っていく、オッケー、倒した。どうよ、アストルと驚異ガノンを倒す、きました。ここがむずいんじゃないの、これが最後の試練か、頑張っていきましょう。どこ、そっち、あ、まっすぐ進めばいるっぽい、よし、行くぞ、誰だ、アストルか、よーし、じゃあまずはアストル倒してしまいましょう。おのれおのれ、貴様らの定め、ここで立ってくれる、お、またシャドウリンクを使うつもりか、前、なんだったっけ、森で戦った時もそんなだったよな、あれ、ウィークポイントゲージが、あれ、
あれ、ウィークポイントゲージが減りまくりですよ。アストルさん、アストルさん、オッケー、待って待って、はい、ここでスマッシュどうしたアストル、オッケー、リンク倒したよ。まだか、倒したリンク、倒した倒した、あとアストル、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 いけ、きれい、危ね、いって、オッケーオッケーオッケー、はい、ウィークポイントゲージ減らしていく。お前、そんな強くないのか、もしかして。待てよ、てか、MK さんが、MK さんが強くなりすぎたか。ほい、何をしてる、何をしてる、また出す気か。また何か出す気か、はいはいはい。結構、ウィークポイントゲージの減り早いな。待て、あー、痛い。ちょっと待って、一旦回復。一旦回復して、はい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 。待てよ。いった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 。で、ここでウィークポイントゲージを減らす。いけるぞいけるぞいけるぞ、スマッシュ。はい、アストルを切っていく。そんな減らねえな、やっぱり。さすが強えな。え、ガーディアンたちが現れた。何の話？今そんなことしてる場合じゃないって。待て、後ろからも敵が、嘘。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。ラッシュしたい。ラッシュ決めたいけど、ラッシュは決まらんか。あ、甲賀様たちが現れた。どういうこと？味方？ありがとう。しゃあねえな。後ろの敵は俺様に任せろ。ちょこっとだけ本気を出してやるぜ。ありがとう。甲賀様かっこいいよ。甲賀様ありがとう。よし。で、敵を防ぐため甲賀様たちが移動を始めた。こういうなんか、かつての敵が味方になるやつ熱いよね。ベタだけど大好き。いけ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 、待て待て待て。弓矢でさ、なんか弱点みたいなとこねえのかな？頭が弱点だと思ってたけど、そんなことないか。はい、でこれやった後ウィークポイントゲージが出るんで、ここで思いっきり減らしていく。あとちょっとなんだけどな、待てよ、あとちょっと、なんとか減らねえか。ここでいけ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 、痛いいけ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 、オッケー、あとちょっとあとちょっと、オッケー、スマッシュ必殺技なかなかたまんないな。これさ、どうしよう、あれ使っちゃうか、ウィズローブ系のやつ。いやでもここで使うと後半きついかな。いやでもアストルも十分強えからな。ちょっと使うわ、氷、はい、氷使って、かつビタロック、これでウィークポイントゲージを出した状態で、あれ、なんで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 今ウィークポイントゲージ切れたの。ちょっとなんてことしてくれんの。これ攻撃をさ、ひたすら避けてウィークポイントゲージ待つしかねえか。はい、けい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 、なんか避けること自体はね、そんなに難しくないんだよこれ。ほら、でこの後になんか打った後にウィークポイントゲージが出るから、それを狙えばどうとでもなるかも。ほいほいほい、オッケー、いった、食らうんかい。はい、でビタロック、ビタロックでウィークポイントゲージを固定して、いけ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 、いけるぞ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 、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、あーダメか、もうだったらこれ ボムかなんかで、あーあったあった、なになにそれなにそれよくわからん、よくわからん攻撃をしてきたが、あんまり食らってなかったみたいで、よかったです。でここ一応回復だけしといて、いけるぞアストル、もうこれ倒すわ、ウィズローブ使わないで、オッケー、ラッシュ、ここでのラッシュはでかい。アストルを倒せ倒せ倒せ、いけ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 、待って待って待って、やめてやめて、オッケー、ラッシュ、ここでの、え、食らってなくね、ラッシュ食らってない、嘘、姿を消していたかお前、ラッシュ決まってないでしょうが、待って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 、ここでラッシュ、ラッシュ決めたいけど決まらない、あと1回必殺っていうか、あのウィークポイントゲージのやつ出せればいける、オッケー、ラッシュきた、これはでかい、いけいけいけ、あとちょっとあとちょっと、え、てかもういけそうじゃね、普通に、あ、いった、ラッシュでいったはい、グーバカな、この私が貴様らごときに絶対に許さんぞ、まだやんの、もうよくねえかアストルが一時撤退した、まだやんの、もうよくねえ残る憑依ガノンを倒せ、オッケー、どこにいんの、うわめっちゃ遠いわ、何それ、どこ行く、ちょっと待って、インパ様、そっち側がつながってるっぽいです、こっち側から行きましょう。ぐるっと回って、なんか大丈夫かあんたら、行って大丈夫か、はい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 、で待てよ、うーわうーわマジか、こいつらも倒してった方がいいよな絶対な、そうしないときついよな、あとあと、ここはいビータロックで止めて、もう倒すぞ、じゃあガーディアンガ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 ン倒すぞ。ちょっと味方がやられる可能性があるので、今のうちにここは決めてしまいましょう。 OK、 スマッシュ決まったっしょ、1回でいけるっしょ。はい、古代兵装の弓矢を撃っていく、かっこいい。ガーディアンまだいるな、ちょっと待ってちょっと待って、あそこのガーディアンも倒しちゃう、待て、目玉なんだよ結局、結局あとボムボムボム、はい、ボムを撃って OK、割って割って割ってウィークポイントゲージを減らしていく。でここはビタロック使えねえか、ビタロックが使えないからちょっと厳しいけど、減らせるところまでは減らす。ボックリーいたボックリー久しぶりだな、はい、待て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 、 OK、 ウィークポイントゲージ出てる、ここでスマッシュ、あれ決まってる、あ OK、いけいけいけ、また個体変装の弓矢をど真ん中打っていきましょう。でだ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 、倒した倒したは倒したんだが、あ、甲賀様がやってくれてたんで、ね、ありがとう。
甲賀様のおかげで簡単に倒すことができましたが、こっち側からは繋がってないわ。これぐるっと、ま、戻んないといけないんだ。マジか。よし、じゃあ甲賀様行くぞ。え、下か。いや違うな、合ってるよね、こっちで。あれ、甲賀様どこ行った。そこで黙ってる感じなんでなんでみんな黙ってんの。みんなで行かないと。え、これあ、合ってねえな、道合ってない、道合ってないそこ一旦下に降りないといけないのか。ぐるっと回って、うんと、こう来て、なんで黙ってんのみんなで戦わないと。まあまた敵がね湧いたら、そこでじゃあよろしくお願いします。で、こっち側から回んのか。ぐるっと行って、あーで一回この中に戻ると。あーなるほどなるほど、さっきの道を。あーなんかそこになんかいる、やってく一応やってく。はい、じゃあ、あ、水ローブか。やる必要ないかもしれん、やる必要ないかもしれんが、念のためやるか。いけ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 い、はいはい、あ、嘘嘘嘘嘘、はい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 、あとこの辺をガン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 倒していく。ウィズローブ自体はねそんなに強くないからいけると思うわ。必殺技は残そう。そう、必殺技ゲージを貯めるためっていうのもあるからね。はい、ウィズローブをガンガン切っていきましょう。ほら、ボムのやつ出しな、ボムのやつやりな。これやった後ウィークポイントゲージが出るから、ここでビタロック。ほら、いけ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 、いいぞ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 、オッケースマッシュ。そう、こういう感じでねゲージを貯めていくのも大事なんですよ。オッケー、制圧しました。ここ制圧できたから、あともう行っちゃうよ。 MK さん、コログとかはもう後だごちゃごちゃこの暗い中で見つけてらんないわ。実況外でそこはやっておきます。そしたら憑依ガノンか、憑依ガノンの方まで走っていきましょう。熱い、大丈夫なんだその炎は大丈夫なんだ。ど真ん中まで一旦戻らないとダメか。あ、こっち側からぐるっと回って、で、待てよ、ちょっと待って、マップがわからん。まっすぐか、こっちか、こっちか。で、え、合ってる、こっち行って、合ってないよね、これ合ってないよな、これ合ってないな、あれ、いや、それね、多分ね、一個下なんだよ。あー、なるほど、こっち側から出ないといけないのか。あ、一個上か。こう来て、こう来て、憑依ガノン戦なんですけども、今回はちょっと時間的にこれぐらいにしておきましょうか。よーし、じゃあ次回ですね。次回、憑依ガノンから倒していきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。